外交官だった杉原千畝氏は、第二次世界大戦中にナチスから迫害されたユダヤ人にビザを発給し、第三国へ避難させることで数千人の命を救いました。アメリカ・カリフォルニア州議会はこの功績を称え、ビザが発給され始めた7月29日を杉原ビザの日として記念日に制定しました。カリフォルニア州には日系人とユダヤ系住民が多く暮らしていて、 決議を主導した議員は両者の関係がさらに良くなってほしいと話しました。